広島市内で小学1年生の女の子が下校途中に殺害された事件から今日で17年です。女の子が通っていた小学校では追悼集会が開かれました。広島市安芸区の矢野西小学校では今朝オンラインで安全祈りの会が開かれ、およそ430人の児童が黙祷を捧げました。この事件は2005年下校中だった木下愛理ちゃんがペルー人の男に殺害されたものです。高杉校長は命の尊さと他者を思いやることの大切さを子どもたちに語りかけました。みんなの命も守れるように過ごしていきたいです。これからは今以上に周りの人を大切にしていこうと思いました。学校では引き続き子どもたちの登下校を見守るとしています。